瀬戸明人氏は、広島県広島市出身の元プロフットサル選手。2007年に、フットサル日本代表に選出されている。現役引退後の2015年からは、シュライカー大阪アンバサダーを務めている。大阪府茨城市の天皇学園幼稚園でサッカーを、始める。親の転勤で、広島に移り、森島弘明、木村和志などを輩出した。 対外 FC に入団。広島みなじ高校では1998年に全国高校サッカー選手権大会出場。1999年にインターハイにて全国優勝。2学年上に、的鉢ばち1学年上に、朝日大輔、同学年に、畑健次、一1学年下に、柴村直也、堀武と田村和也らがいた。 大阪経済大学体育会サッカー部を経て2004年よりマグ・エス・フットサルクラブでプレー。2007年にフットサル日本代表に選出全日本選手権に2回オーシャンアリーナカップに2回優勝した F リーグ通算成績は170試合出場28得点2015年シーズンにはチームキャプテンを務め同年2月23日2015 2016シーズン限りでの現役引退がクラブより発表された。2015年5月、シュライカー大阪のアンバサダーに就任し、カオスフットサルスクールの代表、一般社団法人地域スポーツ教育 CSR の代表理事を務める。元フットサル日本代表、ポリパレントなプレイスタイルで数多くのタイトル獲得に貢献。引退後はフットサルで 子供が夢を見れる環境づくりに取り組むと同時に同クラブの育成マネージャーとしてスクールトレーニングメソッドの構築、指導者の育成など統括的に携わる。代表を務めるカオスフットサルスクールでは独自の理論に基づいた育成カリキュラムと高い指導力にてサッカーフットサル選手を目指す多くの子供たちへ夢実現のサポートをしている。ありがとうございます。